とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。アップデート、来ましたね。7時にアップデートが来たみたいです。アドベンチャーハブっていうのと、村の端っこのところに、タワーがね、追加されてます。これはね、まだやってないんだけども、気になるところ、修正だよね。その修正が来てないかどうか、まずは試したいと思います。何の修正かって、バブルバースターよ。バブルバースターと、この一瞬だけ無敵になる。これの修正が入ってないのか、心配です。そしてもう一つ。武器の、スポンジストライカーの痛みサイクル付きなんだけども、これが、ちゃんとまだワンパン武器であるのか。うん。まあ、そこは別どうでもいいじゃ、どうでもいいんだけどね。調べてみましょう。簡単なところはここだね。あ、なんか変わってる。タワーとか下にあるね。まあ、いいや。とりあえず今日はそれを調べてみましょう。あー、なるほど。ステージに入った時のローディングの時間が若干短くなってる気がする。なんか短くなった気がするね。そして、ちょっと待って、カバンじゃなくって、違うやつでいこうか。まあ、適当に何でもいいと思うんで、これとホルンぐらいでやっていきますか。待って、カバンのダメージ、ん?変わらんね?うん。カバンのダメージは変わらないっぽいですね。700万近く。オッケーオッケー。では、バブルバースターの能力が変わってないのか。どうだ?変わった、大丈夫だね。大丈夫だと思う。バブルバースターの、ちゃんとワンパンはできてるかな。多分おそらく大丈夫だと思う。うん、バブルダメージで周りの敵がバタバタ死んでいってるんで、大丈夫でしょう。あ、待って待って、一回こいつをキャプテンを巻き込んで倒してみようか。あ、いけるいけるいける。うん、バブルバースターは修正されてません。あれ、旗が、え、あ、旗がボタン長押しになってる。うん、前は丸ボタンを一回ポンって押せば拾ったんだけども、あ、そうか、拾いたくない人もやっぱいるわな。だからそのために、拾う時には、ボタンの長押しが必要になったっぽいですね。うん。いや、でもこのバブルバースターが、健在っていうところは嬉しいな。うん。全然まだまだ使っていける装備だね。バブルバースターと、このイカの防具、あと影の衣とか、それはまだまだ現役で使っていけます。ともう一つ気になるところの、スポンジストライカーはどうだ。ボスかな。どうだろうね。スポンジもちゃんと能力は死んでないでしょうか。いくぞ。修正されてないね。うん、とりあえずスポンジとバブルは俺ものすごく気になってたんで、この2つ修正されてません。はい、それではちょっとね、緊急で調べときたかったやつが、2つありましたんで調べました。バブルバースターの能力、修正されてません。大丈夫です。現役でまだまだ使っていけます。で、そしてスポンジストライカー、こっちも修正はされてません。ワンパンでいけるので、まあボスが出てきてどうしても倒せない時は使っていける。うん、まだまだ現役の装備だね。そして、旗を取る時はボタン長押しが必要。うん、ちょっと急いでる時とかはちょっとめんどくさいかもしんないけども、取りたくなかった人に対してはすごくいい
アップデートになったんではないでしょうか。いや、一安心です。ほんと一安心。バブルバースターとスポンジストライカー、現役で使っていけます。はい、ということで、次はタワーなんか攻略していこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。